3の1の時に、白うしゃみさんが難しいところを2人でやってますっていうところを3の1やろうって言っちゃったんですよね。で、クリアした後に3の2やなと思ってたら、3の1の方に3の2ですよって来てました。ほのぐらい難しい。ここだけ話せるんですけど、もしこれクリアできてないんやけど、あと100点ぐらい足りんやけど、もしクリアできたらね、参考にしてください。なんか最後ミスったな。ミスったけどいけたな。でっかいの作ったでか。奇跡や。これもう、最後ね、本当はちゃんとしたかったんですよ。あの順番通り。まあ、言い訳っていうか、俺、ピクミン以来、ピクミン見て、俺の動画。俺ね、ピクミンでデビューしてるんですよ。で、その後、うんこみたいな動画ばっか出してたんですけど、ピクミンの気持ちにさせてくれる、この、ピクミンのミッションの気持ちにさせてくれるゲームに、5年ぶりに出会った。俺は。だからピクミンのミッション並みにさせて、一緒なこと言ってるやん。応援してくれてる人ありがとうございます。効率のいい男って嫌いですかね。なんかなんつうの、
なんつうの、紙一重と思わん、そこらへんは。